iPad って文房具。はい、皆さんこんにちは、くんよつです。 iPad は Apple Pencil の存在によって iPhone とか Mac と全然違ったデジタルとアナログの間に位置する端末に変わりました。日頃皆さんのデスクの周りには文房具とか事務用品といった仕事で使ういろんなもの揃ってると思います。その中でもいくつかは iPad を活用することで不要になったり置き換えることができるようになりますし、さらに効率化できるようになります。 iPad をあなたの身近な文房具として使ってみませんか。ということで始まりました、くんよつスタジオ。チャンネル登録がまだの方、ぜひ登録お願いいたします。文房具、事務用品、オフィスで働く方は必ずデスクの上に何かしらあるんじゃないかなと思います。こういったものを iPad で補うことができれば、デスク周りはスッキリ。無駄なものがなければ、仕事もはかどりますし、効率も上がります。僕ももともと文房具好きで、仕事用に買っていろいろ試すのは好きだったんですけれども、iPad と Apple Pencil が登場して、デスク周りの文房具関係置き換えたことで、効率化ができたり、デスク周りスッキリさせることができた関係で、その方がメリット大きいなと感じましたので、そこからですね、どんどんデスク周りのデジタル化が進んでいきました。今まで iPad を使ったことない文房具が好きな方、デスクの周りをスッキリさせたい方、仕事をもっと効率化させたい方、ぜひ最後までご覧ください。ということで今回は文房具とか事務用品の代わりに iPad を使ってる場面ご紹介していきます。まずは iPad の得意分野であるペーパーレス化です。デスクの周りにはメモ帳やノート、紙の資料、手帳、付箋、いろんな紙が溢れています。そしてそれに伴うボールペンやシャープペン、マーカー、消しゴム、修正テープ、こういったものも一通り揃えていらっしゃるんじゃないかなと思います。でもこういったものはiPad でほとんど減らせます。デスクの上のメモ帳を iPad に置き換えようと思ったらメモアプリがおすすめで、ちょっとしたことを書いていく時の便利機能がインスタントメモとクイックメモです。この2つ iPad でメモを取るとき最速の方法で、 iPad がロック状態でもすぐにメモができたり、 iPad を使っている時でも今の作業そのままに、まずこの機能を使ってみていただきたいなと思います。 iPad ロック状態だったとしてもペンで一度タップするとすぐにメモができる状態になりますし、 iPad 使っている時でも右下から中央に向かってスワイプするとすぐに書くことができる小さいメモのウィンドウを登場させることができます。この2つ普段のとっさのメモに十分対応できる機能だと思います。それから打ち合わせとか会議の時、記録を取るためにノートだったり手帳を使っているという方多いと思うんですけど、記録に関してはですね、 iPad の場合ノートアプリがおすすめです。紙のノートと同じ感覚で書けますし、いろんなペンが使えたり画像を貼ることも可能です。さらに iPad でノートを取るときに特に便利な機能2つございまして、1つは音声の録音と、その録音した音声と手書きのリンク、そしてもう1つが手書きのテキストの検索ができる、この2つです。例えば一番有名なノートアプリ、この GoodNotes なんですけれども、このノートアプリは今ご紹介した2つの機能を備えておりまして、 GoodNotes、こんな形で音声と書いた手書きの文字がリンクしているの分かると思います。打ち合わせの記録で全てを書くことが難しいのは紙でもデジタルでも同じなんですけど、録音することで記録できなかったところも後で振り返ることができるようになります。さらに手書きのテキストの検索ができるのがデジタルノートの大きなメリットで、後で目当ての情報をですね、わざわざノートを開いてどこに書いたかなと探さなくても済むので、かなり時短にもなります。この打ち合わせの記録については他にも便利機能たくさんありまして、過去に一度まとめているのでぜひこちらご覧いただけたらと思います。こういったノートアプリならこのペン1本でマーカーにもなりますし、色、太さ、こういったものをですね、自由に変えられるというメリットありますし、もちろんですね、消しゴムもありますし、書いたものを移動したり、サイズを変更したり、
こういったテキストに変換するということも簡単にできてしまいます。iPad ならこのペン1本であらゆるペン、消しゴム、修正テープ、そういったものがですね、不要になります。さらに定規についてもノートアプリ内で使うことできるので、簡単に直線を引くことも可能です。いずれにしても紙のノートや手帳で打ち合わせの記録を取っている場合では、決してできない便利機能がこの動画ではご紹介できないぐらいたくさん使えますので、こういった記録に関してはですね、iPad でやるメリットかなり大きいと思います。それから仕事ではたくさんの紙の資料あると思いますけれども、すべてスキャンしてデータ化するということが必須だと思っています。紙の書類はですね、どうしてもかさばりますし、どこかにファイルを使って閉じておく手間なんかもあります。その上、あの紙どこにしまったっけとなってしまったら、後で探すのとても大変です。iPad では、こんな形で紙の資料もあっという間にスキャンできますので、手間もそんなにかからないんじゃないかなと思います。スキャンして iPad に保存しておけば場所は取らない。データに名前を付けておけば後で探すのも簡単。他の人に送ることもすぐにできますし、そのデータに書き込みすることもできます。さらに外出先からもあらゆるデータの内容を確認することができます。紙の書類はもうデータ化しないメリットはほとんどありません。で、もし契約関係の書類で原本をですね、紙のまま保管しておかなければならないという場合であったとしても、スキャンすることはおすすめで、いつでもどこからでも過去の契約内容を確認することができるというのもですね、かなり便利だと思いますので、あらゆる紙のデータはですね、スキャンしてデータ化しておくということがおすすめです。紙の書類を使わなくなることで、例えば複数枚の書類をホチキスとかクリップでまとめる必要がなくなりますし、ファイルに閉じる必要もなくなります。そういったですね、事務用品、穴開けパンチであるとか、ラベル、インデックス、紙に付随したもののほとんどの文房具、事務用品がですね、不要になってきます。もちろんですね、紙がゼロにならない以上、こういったアイテム少なからず必要になる場面あると思うんですけれど、限りなく出番少なくできるので、デスク周りにですね、常備しておく必要はなくなるんじゃないかなと思います。それから手帳についてもデジタル化おすすめです。紙の手帳同様に手書きができるアプリありますので、手書きで管理したいという方でも問題ありません。デジタルで予定を管理すると予定の変更が簡単にできますし、通知することも可能です。予定の検索をすることもできるので、後で振り返ることが簡単ですし、予定に関することを書き込んだり、画像を貼ったり、スタンプで装飾したり、紙の手帳と同じようにですね、視覚でわかりやすくするということも可能です。今僕が使っているのは A ジャーナルというアプリで、このアプリは手書きができるスケジュール管理アプリで、自分の好きなテンプレートをなんと作ることができてしまいます。例えばこのデイリーのスケジュールのテンプレートなんですけれども、月を表示したり、ノートの場所を作ったり、その日の予定、タスク、そういったものをですね、自分が必要なものを好きな場所に配置して使うことができるのが大きなメリットで、これがですね、Apple のカレンダーとかリマインダーとも同期してくれるので、普段そちらで管理しているという方でもですね、A ジャーナルの方で内容の確認が可能です。さらに、この日にリンクしたノートのページもですね、簡単に作ること可能なので、ちょっとしたメモならですね、このアプリだけでも可能です。とにかく便利に感じていただけること間違いないので、デジタルのスケジュール管理もですね、一度試してみていただきたいと思います。こちらのアプリもですね、過去に一度レビューしているので、そちら参考にしてみていただけたらと思います。そしてもう一つが、付箋です。付箋のデジタル化、僕も当初あんまり意味がないように感じていたんですけれども、実際ですね、使ってみるとめちゃくちゃ便利なので、デジタルの付箋、試してみていただきたいと思います。今僕が普段付箋を使っているアプリ2つございまして、1つはプロドラフツ、そしてもう1つがポストイットです。付箋に関してはいろいろ使い方あると思います。アイデア出しに使ったり、いつも視界に入るようなメモの感覚で使ったり、同僚へのメッセージ、書類に印、注意点を知らせる。こういった用途の中で一部デジタルに置き換えることできないところもあるんですけれども、デジタルにすることでメリットがある使い方もあります。個人的にはアイデア出しに付箋を頻繁に使っていたこともあって、プロドラフツにある付箋機能を使ってアイデア出しやることがあります。こういった付箋を使えるアプリ、いくつかあるんですけれども、このプロドラフツで使うメリットがありまして、
一つはこのアプリ、縦横際限なく書けるノートアプリになっておりまして、付箋でアイデアを広げるときに便利です。普通のノートアプリだと横幅に限界があって、アイデア広げたいという時にもですね、横に広げていく形ではなく、どんどん下に広げていくしかありませんし、もう次のページにですね、進むしかなくなってしまうんですけれども、プロドラフツは無限にキャンパス広げることできますので、そういった心配がありません。そしてもう一つのメリットが、移動が簡単というところで、アイデアをですね、こう付箋に書いた時に、その付箋を動かせば、この付箋に書いたメモも一緒に動いてくれるようにできます。他のノートアプリいくつかやっぱ試して使ってみたんですけれども、投げ縄ツールで、この付箋とメモをですね、こうまとめて囲って移動するという方法になってしまいます。で、このプロドラフツはですね、付箋のプレビューという機能がございまして、ここに書き込むことで付箋の移動をした時にこの中のテキストもですね一緒に簡単に動かせるので、とにかくそれが便利で、で書くときも今みたいにこう大画面で書けますし、投げ縄ツールで囲ってから移動という方法よりもですね簡単で手間がかかりません。もちろんノートアプリなので他のメモもですね、その周りに書くこともできますし、写真とかいろんなデータもですね、一緒に残しつつアイデア出しができるというのがですね、本当に便利だなと感じて使っています。そしてもう一つ、自分へのリマインドとしての付箋の用途では、ポストイットというアプリ使っています。よくデスク周りに付箋が貼ってあって、自分の視界に入るメモとして使っている方いらっしゃると思います。これ、付箋アプリを使うときに、同じような形で使う方法として、ウィジェットにこのポストイットのデータを表示させることで、高頻度で視界に入るようにすることが可能なので、もしデスク周りに付箋がたくさん貼ってあるという方はですね、この方法を試してみていただきたいなと思います。このウィジェットを活用することで、とにかく目に入りますので、どうしても忘れられないもので、さらにそういったものが複数あって情報量が多い場合に限って、僕ですね、この方法を活用することがあります。こういう形でウィジェットにですね、いくつか付箋表示させることができるので、僕はですね、こうあんまりこう見栄えが良くないので、一時的な利用に限って使ってるんですけれども、このウィジェットに付箋が貼ってあると、こう仕事が立て込んでいる時とか、同時並行でプロジェクトが進んでいる時とか、そういう時にですね、こう考えられるうっかりミス、減らせるんじゃないかなと思います。こういった用途で物理付箋をデジタル付箋に置き換えが可能で便利に使える場面あると思います。特にデスク周りに貼ってあると見た目正直良くないのでデジタルに移行するというのがいいと思います。はい、ここまででペーパーレス化についてまとめてみました。紙が減ることで身の回りの文房具、事務用品はかなり減らせるんじゃないかなと思います。ここからはですね、さらにデスク周りの具体的な文房具、事務用品について考えていこうと思います。はい、まずは電卓です。仕事で電卓を使うという方、多くの職種で多いんじゃないかなと思います。Excel 等の利用で使う場面減ってるとはいえ、それでもまだ出番あると思います。僕の場合は、ちょっとした計算は、このスポットライトという機能を使っています。画面を上から下にスワイプすると検索窓登場するんですけれども、ここで、こういう形で数式打っていくとすぐにですね、こう答えを表示してくれるので、ちょっとした計算の場合であれば、このスポットライトを使っていただくのがですね、一番スムーズに使っていただけるんじゃないかなと思います。で、込み入った計算が必要な場合は、先ほどもご紹介したプロドラフツ使っておりまして、メモもですね、一緒にできるので、便利にお使いいただけると思います。プロドラフツには、電卓を表示することができる機能がありまして、でこの電卓、シンプルなんですけれども、もっと複雑な計算式を使うことも可能なので、十分使えると思いますし、計算してメモもして、その元のデータもですね、一緒に貼っておけば、この画面上で全部見ることもできますので、プロドラフツで計算をするというのもですね、かなり便利に感じていただけるんじゃないかなと思います。iPad は iPhone と違って純正の計算機のアプリありませんけど、他にもですね、計算機のアプリあるので、そういったものもですね、こう探してみていただくというのもいいんじゃないかなと思います。はい、次は、卓上カレンダーです。
卓上カレンダーといえば、さっと日付、曜日、ざっくりした予定、そういったことをですね、確認するためにデスクの上に置いてるという方いらっしゃると思います。これ iPad で言えば、ウィジェットにこの月間カレンダーの表示をさせるというのが一番近い使い方なんじゃないかなと思います。で、僕はですね、仕事から対案だとか、友引きだとか、まあそういった6要を気にするので、ウィジェットに月間カレンダーが表示されつつ、その状態で6要が確認できるものを探しまして、結果的にですね、ファーストシードというアプリ使っています。このアプリなら、まあ予定の表示はもちろんなんですけれども、常にですね、6要をさっと月間で確認できるので、もしですね、6要をさっと確認したいという方はですね、このウィジェットおすすめです。本当にですね、たくさんカレンダーアプリインストールして、このウィジェット本当に6曜を表示させることができるアプリないかなっていうのを探したんですけれども、全然なくてですね、ようやくこのファーストシードっていうのにたどり着いたんですけれども、まあ6曜の表示がなくても全然気にしないということであれば、カレンダーアプリウィジェット対応されているのたくさんあるので、いろんなものを使ってみていただけたらと思います。あとはちょっといろんな用途に使えるという意味で、フリーボードをご紹介したいんですけれども、このフリーボードはですね、Apple 純正の無限キャンバスアプリです。無限に書けるっていう点では、先ほどご紹介したプロドラフツと同じなんですけれども、このアプリもですね、仕事ではかなり必須だと思っておりまして、他の人とリアルタイムで共有ができるっていうのが大きなメリットです。例えばですね、書類の確認だとか、アイデアの共有、情報の集約、こういったものはですね、このフリーボードが簡単で試してみていただきやすいんじゃないかなと思います。例えばデザイン案を作って、で他の人に確認してもらって、見たかどうかのですねサインが欲しいという場合に、何かを枠をこの中に用意しておけば、そこにサインを書き込んでもらったり、電子印鑑もですね今簡単に作ることができるので、そういうのを貼ってもらうというのもいいと思います。修正後のデータもまた共有しやすいですし、いろんなデータ貼ることができるので、視覚的にも簡単に情報共有しやすいです。ちなみにですね、電子印鑑に関しては簡単に今作ることができるようになっているので、一度こういうのを作ってしまえば、わざわざですねこうサインを手書きするだとか、そういった手間もかからなくなるので、こういうアプリですね、無料で使えるので、一度試してみていただくというのもいいんじゃないかなと思います。で、ちょっとサイズ大きくなるんですけれども、ホワイトボードについてもですね、こうわざわざ前に出てみんなに見やすい大きさを意識して綺麗な字で書くというよりもですね、このフリーボード上でテキストを入力したりですね、手書きもしてみたり、このフリーボードはですね、リアルタイムでいろんな情報を共有できるので、会議とかちょっとした打ち合わせでも、わざわざですね、資料を共有しなくてもデータ上で確認できますし、その場で話し合ったこともですね、みんなで書き込んでいくということでですね、物理的なホワイトボードを用意するよりも、簡単に会議、打ち合わせの内容をまとめていけるんじゃないかなと思います。さて、最後に、好みのアイテムを揃えて快適に、そして楽しく文房具として使うことについて考えていこうと思います。iPad は単体で考えるととてもシンプルで、僕やっぱこういうのがですね好きなんですけれど、中には可愛いデザインであったり、かっこいいデザイン、もっと書き心地にこだわってみる、そういった気持ちの面や使いやすさの面考えていくというのもですね、文房具として使うと思った時に必要なんじゃないかなと思います。なので今回は参考にしていただけるようなアイテムをですね、僕の持っているものから少しご紹介していこうと思います。はい、まずはですね、文房具として使うなら必須のペンです。僕が使っているのはメコというブランドのペンです。これアップルペンシルの約5分の1の価格で購入することができるっていうのが大きな魅力で、 iPad の側面にくっついてで充電できますし、こう書いていてもですね、先ほどからご覧いただいているように遅延もですね全然ありません。で、傾きの感知もちゃんとしてくれますし、文房具として使うにあたってはですね、十分な機能揃ってると思います。もちろんですね、 Apple Pencil にしかない機能もあるので、その機能が必須だと思えば Apple Pencil が正解ですし、手頃なアイテム複数買っていろんな楽しみ方をするというのもですね、いいと思います。で、このペン先についてもですね、別途交換して使っておりまして、今使ってるのはですね、金メッキの金属のペン先使っています。ペン先が細いと書きやすさはアップしますし、ペン先の消耗も少ないです。ただこういった金属のペン先は書きやすいんですけれども、こう画面上で書くとどうしてもこう滑ってしまうと
いうデメリットがあります。で、こういったペン先の中にはですね、こう滑りにくいペン先もあって、ツルツルの画面でもちょっと抵抗があるので、かなり書きやすくなるというアイテムもあります。ちなみにですね、このアイテムはペン先の長さが3種類から選べるようになっておりまして、一つですね、こう滑りにくいペン先も入っているという、まあお試しパックみたいなセットになっておりまして、悩んだらですね、このアイテムも試してみていただきたいなと思います。そして金属のペン先がいいけど滑って書きにくいという悩みを解消することができるアイテムもありまして、それがですね、ペーパーライクフィルムです。このペーパーライクフィルムっていうのはですね、画面を保護するフィルムの表面をちょっとザラザラさせることで抵抗ができて、まるで紙に書いているような書き心地になるというアイテムで、これもですね、かなり便利アイテムだと思います。以前はですね、このザラザラすることによって画面が見づらくなるというデメリットがありまして、ここのフィルムをですね、着脱できるペーパーライクフィルムっていうのがですね、増えたんですけれども、最近のペーパーライクフィルムはですね、そのデメリット解消されているものありまして、貼りっぱなしだったとしてもですね、画面の見にくさ解消されているので使いやすく感じていただけると思います。まあ、着脱式もいいんですけれども、その都度手間がかかるっていうのと、フィルムをしまっておく持ち出しのことも考えるっていうのがですね、僕は少し手間に感じてしまったので使ってないんですけれども、まあ、いろんな選択肢があるので検討してみてください。それからペンのカバー。これもですね、使ってみるとペンの太さであったり、こうグリップ力が上がって書きやすくなったり、まあ好きな色のものをですね、使うとテンションも上がると思います。本当にですね、このペンのカバーもいろいろありますので、好みの色、好みの太さ、そういったものをですね、探してみていただきたいなと思います。それから一緒にですね、ケースも検討してみていただけたらと思います。ケースも本当いろんな便利機能があったり、好みの色のものを使ったりですね。まあ個人的にはいろんなタイプのものを試してみていただきたいなと思ってはいるんですけれども、不便でも色が気に入ったであったり、こんな場面で使うからこんな機能が欲しいなだとか、まあ本当いろいろ使う方によって、使う場面によって変わると思います。例えばですね、こうペンを使いやすい角度で使えるものであったり、こう持ちやすくするものであったり、こうスタンドになるようなもの、いろんなパターンあります。これ、まあ、どんな場面で使うかによって全然違いますし、軽いもの、重いもの、しっかり守ってくれるもの、一概におすすめできるもの、絞れないんですけれども、いろんなアイテムがあるということをですね、知っていただきたいと思います。まあ、文房具、好みのものを選ぶにあたって、いろんなもの、検討すると思うんですけども、その感覚と同じじゃないかなと思います。僕はですね、最近このケース使っておりまして、iPad mini につけて使ってるんですけれども、このスターライトの iPad mini にスターライトのこのカバー、それからさっきのこのベージュっぽい2色の色のペンカバーですね。この3つ、この組み合わせで使ってるんですけれども、やっぱですね、普段使っているものからちょっと変えてみるっていうのもですね、面白くて気分転換にもなるなというのはですね、すごく感じます。ただですね、この組み合わせ全然おすすめできなくて、こうペンがですね、こう太くなってしまうので、ここのですね、マグネットがちょっと弱くなってしまいます。まあこういったちょっと気をつけなければいけない部分ももちろんあるかなとは思うんですけれども、まあそういうのもですね、ひっくるめていろいろ iPad のアイテム、iPad につけて楽しめるアイテムっていうのもですね、検討してみていただきたいなと思います。で、今回ご紹介しているアイテムについては概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひですね、気になったものありましたら一度詳細ご確認いただきたいなと思います。はい、ということで今回は iPad は文房具ということで、あなたの身の回りの文房具の代わりになるような iPad の使い方、文房具より便利になる使い方ご紹介させていただきました。もちろん全部が置き換えることができるというわけではないんですけれど、 iPad を一つの文房具として、文房具が好きな人にもぜひ iPad を使っていただいて、効率化できる部分やってみたり、見た目で楽しんでみたりと、 iPad の良さも知っていただけたらと思います。それでは今回の動画これで以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。